県警察学校で卒業式が行われ、24人が警察官としての新たな一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは、18歳から29歳までの24人です。去年4月に入校し、10ヶ月間の初任科長期課程で、法律や逮捕術などの実技を学んできました。式では、卒業生一人一人の名前が読み上げられた後、代表の鈴木康生巡査が卒業証書を受け取りました。そして鈴木邦夫県警本部長が、いざという時に頼りになる警察官になるため、日々の業務に全力を尽くしてほしいと激励の言葉を述べました。同期生のみんなの支えがあったからこそ、ここまでやってこれたと思っています。地域の方々から愛され、この人なら大丈夫だと思ってもらえる、信頼されるような警察官になります。県民一人一人に寄り添い、またどんなことにもひるまず立ち向かっていく、強くて優しい警察官になりたいと思っています。高校入学の時からずっと警察官になりたいっていう話は聞いていましたし、これからも陰ながらずっと応援していきたいなというふうに思っています。卒業生は今日から県内11の警察署に配属され、交番での勤務をスタートさせます。